せーの、マニッタマチッタユミマロです。こんにちは。今日はミスドとあのチーズケーキで有名なパブロが共同開発しましたドーナツが本日発売されました。7月20日に。でね、その中で6個ドーナツがあるんだけど、今日はこの2つを買ってきました。チーズタルドっていうみたいなんだけど、チーズタルドはドーナツなのかチーズタルドなのかみたいな感じで、もう対決みたいな感じでやってるみたいなんだけど、ちょっと私もこれはドーナツなのかチーズタルトなのかをちょっと考えていきたいと思います。まずこっちを食べていきます。じゃーん。これはチーズタルドアプリコットで216円です。これはね、フォークをくれました。なんかフォークで食べるドーナツって結構新鮮だよね。ではベイクドチーズ風のクリームチーズとレアチーズホイップをイースト生地にのせアプリコットソースをトッピングしました。だって見えるかな。ではまずこちらいただきたいと思います。わ、柔らかい。え、わ、すごい柔らかい。なんか上は柔らかいんだけど、下の多分ドーナツ生地の部分が結構しっかりしております。わ、切れた。いただきます。美味しい。でもこれどっちなんだろう。うん、もう下の部分はあのミスドの味がする。もう本当にミスドの味、ミスドに入った時の味がする。でもこの上のこのソースみたいなレアチーズソースはめちゃくちゃ濃厚で、このアプリコットソースがすごいいい。上にかかってるやつがなんかさっぱりする。ちょっと汚いけどごめんなさいね。ちょっと光で飛んじゃう。あ、こんな感じ。ちょっとよくわかんないと思うんだけど、このドーナツの上に、でもドーナツもねちょっとねパイっぽいんだよ。なんかパイではない。なんかすごい不思議。なんか多分本当にこのこれ用に作られたドーナツの生地だね、これは。めちゃくちゃ美味しい。でも、これ食べたらさ、全部食べたらさ、見て、ドーナツなのかチーズタルトなのかあなたが味わって決めてください。私これはねチーズケーキな気がチーズタルトな気がする。本当にチーズケーキ屋さんで売っててもおかしくないぐらいのチーズケーキ感。私これ1個食べたら結構満足感がある。なんか結構ミスドって1個食べたらなんかもう1個食べたいなって思うんだけど、これね結構濃厚だし1個で結構満足って感じかな。めっちゃ美味しかった。次、我らが大好きポンデリング。こちらはですね、ポンデレアチーズ151円。もちもち生地にレアチーズホイップをサンドし、チーズ風味のチョコをコーティングしました。いただきます。この中にねレアチーズホイップが入ってる。あ、そんなにレアチーズ感もないかな。レアチーズホイップだから結構軽めのレアチーズ感。もちりー。
ごちそうさまでした。フォンデリングは普通に美味しいわ。でもこれはドーナツだわ、うん、やっぱりチーズ感があるのはもう、あ、でもこれって別にどっちなのかってやってないか。こっちかな。これはもう絶対チーズケーキだと思う。チーズタルト。やっぱりね、2個食べると結構甘いです。だからもうほんとこれ1個でいいと思う。パブロを味わいたいんだったら絶対こっちの方がおすすめ。みんなもよかったら食べてみてください。あ、今日アイライン引くの忘れちゃった。もう私ね、本当に新商品の回し物といっても過言ではないからね、皆さんよかったらチャンネル登録お願いします今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッとマチッとユミマロでした。見てくれてありがとうございました。はい。